い憩い語り合い、そして明日からの活力を養っていただく、この市民祭りが大成功のうちに終わることができますよう。今年も川崎市民祭りが11月2日から4日まで川崎区の富士見公園一帯で開かれました。一番太鼓が会場にこだまして、祭りの始まりです。バイオマンショーにトニー馬車に富士見太鼓、市民祭りは最高に盛り上がります。今年は特に市政60周年、お祭り広場に昔の川崎塾が再現され、繁栄のシンボル万年屋では奈良茶飯を味わう人々でにぎわっていました。川崎ゆかりの人物が登場する歴史仮装行列、作ろうみんなの広場を合言葉に繰り広げられた川崎市民祭り、活気あふれる楽しい3日間でした。